クレメンテフロドリゲスはアルゼンチンブエノスアイレス出身の元同国代表サッカー選手 CA コロン所属ポジションはディフェンダーボカジュニアーズでプロ生活をスタートさせる2000年12月10日 CA チャカリタジュニアーズ戦でデビュートヨタカップには2回出場2001年のバイエルン・ミュンヘン戦では敗北したが2003年の AC ・ミラン戦では PK 戦の末に優勝。2004年、ロシアの FC スパルタクモスクワに移籍。しかし、ロシアになじめなかったようで、2007年から半年のローンで、ボカに復帰した。2007から08シーズンは、スペインの RCD s スパニョールへ、期限付き移籍していた。2009年8月、エステゥディアンテスデラプラタに完全移籍。 2010年8月に再び母会と復帰した。2003年にアルゼンチン代表デビュー。2004年にはアテネオリンピック代表に選ばれ、同国初のサッカー金メダル獲得に貢献した。2010FIFA ワールドカップ代表メンバーにも選ばれ、1試合に出場した。ありがとうございます。